安倍義宗12月3日から1980年3月1日は日本の牧師、教育者、青山学院第6代委員長。日本メソジスト協会の初代監督の本田洋一は、おじ。後期2600年宝粛全国、キリスト教信徒大会委員長広崎市に生まれる。母親は本田洋一の妹で中田茂春の近所に住んでいた。安倍の母親は、 暴れん坊だったろうく7歳頃の中田少年によく水をかけられていた。1901年8月、中田茂春が聖書学校の修養生たちで大伝道団を編成して、広崎で伝道集会をした時に、中田の説教を聞いて入信を決意する。1905年、青森県立第一中学校を卒業する。九百十二年、青山学院高等科。 および、青山学院進学部を卒業する。その後、アメリカとカナダに留学する。ニューウェストメンスター大学卒業、ドリュー人学校卒業、ニューヨーク大学大学院終了。1915年に、青山学院の教師になり、英語、社会学、進学を教えた。1923年中学部の部長だった時に、関東大震災が発生する。当時の院長、 石坂正信と共に被災者の救済に尽くす。1933年、石坂正信が委員長を引退することになり、米山梅吉に公認の打診があったが、米山は誇示した。米山は代わりに安倍を推薦した。これにより、青山学院大六大委員長に就任する。同年10月にホーリネス分裂事件が発生する。 日本ホーリネス協会監督、中田茂春は、安倍と松山松根次郎に、そして車田修二ら委員会側は、渡辺善太と星島次郎らには協委員を依頼する。安倍は、ホーリネス分裂事件の事態の収集のために、尽力する。安倍らの和解の努力が実り1935年、ホーリネス協会は和協分離に至る。百三十五年十一月十八日に、 鉄道ホテルで開かれた和教御三会に和教委員の一人として出席する。また、12月21日に青山学院進学部行動を会場として和教報告感社会が開かれた。出席した安倍は30年前に中田茂春によって進行に入った思い出を語った。1936年4月の中田派の団体の清め教会の発会式に、 響び介松山常次郎らと出席した。中田が亡くなるまで、親しく関わる。1936年9月24日に、中田重春が死去する。9月18年聖書学院で開かれた、中田の葬儀で弔辞を読む。1937年青山学院緑、岡小学校、幼稚園を開設する。1939年に、 青山学院委員長を退任して日本メソジスト協会監督に就任する。1940年10月17日のカンナメ祭りの日に青山学院で開催された後期2600年宝粛全国キリスト教神徒大会の委員長を務める。また説教で日本のキリスト教徒は新天新地の目視を見ている。後期2600年の幸運を喜ぶ集まりであると、 共に日本のキリスト教の歴史におけるペンテコステである。教会合同の目視は日本独自の神の恩寵である、と述べた。1941年に日本キリスト教団が成立すると総会議長に就任する。1941年4月に県米平和施設団として尾崎道を松山つね郎香川と与彦らと共に訪米する。 4月20日から4月25日に開催されたリバーサイド日米キリスト社会議で日本のキリスト教会を代表してアメリカの教会にアメリカ教会への感謝状を送った。戦争回避に尽力するが12月8日に日米海戦となった。戦後は引き上げ者団体全国連合会委員長に押され第1回参院選に日本社会党公認で出馬するも落選。 1953年に、キリスト教会関係の職をすべてお辞して、本田記念教会を設立するから、民主社会主義連盟理事となるなど、以後は、宗教より、社会運動に、活動の軸足を移す。1980年に一牧師として死去する。中田茂春伝、ジョニーページ青山学院編集委員会。 青山学院120年1874から19941996年、ピアニッシモ71教団通り者は富田光総会副議長は三浦井の子。戦後体制のトップは総会議長だが、宗教団体法に基づくトップは通り者である。ありがとうございます。